ヒアリの分布ヒアリとは、南米大陸原産の八目アリか、二節アリカアに属するアリの一種。世界の侵略的外来種ワースト100選定種で、特定外来生物にも指定されている害虫である。英語名は、レッドインポーテッドファイアアント、単にファイアアントという場合、トフシアリ属のアリ全般を指すこともある。主にアルカロイド系の毒と強力な針を持つが、 人間が刺されても死ぬことは稀で、痛み、かゆみ等の軽度の症状や、体質によりアレルギー反応や、人魔神等の重い症状が出る場合もある。命の危険があるのは、アレルギー症状の中でも、特に、アナフィラキシーショックが起きる場合で死亡することもある。そのため、殺人ありと呼ばれることもある。体色は赤茶色。働きありは、多形で様々な大きさが存在する。 アメリカ合衆国、中華人民共和国、オーストラリアと太平洋周辺の国々に移入分布。日本では2017年に入ってから7月16日までに6都府県で8回発見されており、このうち2県は内陸部で発見されている。初めて発見されたのは2017年5月で、中国の関東省広州市から神戸港へ、 貨物船で運ばれた海上コンテナの中から発見された。同年7月14日には横浜港本木不頭のコンテナヤード内のアスファルトの割れ目から700匹以上のヒアリが見つかった。上アリはまだ見つかっていないが巣を作って繁殖していた可能性が高いという。神奈川県はこのことを受け、県民からの情報提供や相談を受け付けるヒアリコールセンターを設置した。 同年7月27日には福岡市博多区の会社敷地内にて中国から博多港に陸揚げされたコンテナの荷物を運び出していた作業員がヒアリに腕を刺されて軽傷を負い日本国内で初めて人的被害が出た同年8月10日には内陸県である埼玉県の事業者敷地内にて貨物の梱包材から女王アリの死骸が見つかったこの貨物は 中国の広報港から香港を経由して7月11日に東京港で陸揚げされ、7月18日、または7月19日に陸路で事業者敷地内へ運ばれた。環境省と埼玉県は繁殖の可能性は低いとしている。2018年6月16日、大阪南港に陸揚げされたコンテナから2000匹以上のヒアリが発見され、 作業員の男性2名が刺されたが、軽傷であった。こうした事態に対し、環境省など政府機関や各地の自治体、港湾管理者が調査特助を行っている。巣の形成による定着を防ぐため、国土交通省は、港湾コンテナヤード舗装の隙間を埋める緊急工事を行った。人間による目視では発見しにくいヒアリの集団や、巣を嗅覚で探し当て、 オーストラリアや台湾での実績を持つヒアリ探知犬の導入も検討されている。ヒアリと日本在来アリは目視だけでは判別しにくい。国立環境研究所は2018年5月採取してすりつぶしたアリの資料の出オきシリボ核酸を調べ2時間程度でヒアリか貝中を判定できるキットを開発したと発表した。国立環境研究所は台湾のヒアリ調査 駆除会社、モンスターズアグロテックとアリ類を撮影した画像、映像からヒアリかどうかを人工知能により現場で1分以内に判定できる技術の共同開発で2021年3月26日合意した。2019年10月17日、国立環境研究所は東京港大見不当で定着した可能性が極めて高いと発表した。現在、 日本全国におけるヒアリの定着は確認されていないが、一般人が在来種。例えば、大ワアリや、アミメアリ、ヒメアリ等をヒアリと勘違いするケースが多発している。ヒアリが作ったイカだ。流されないように、水面に出ている歯で固定している。ヒアリの女王アリのサナギヒアリのアリ塚。日本では、土で大きなアリ塚を作る、在来種のアリはいないとされる。 羽熱帯暖温帯に生息し、草地など比較的明けた環境を好む。餌の収集は気温摂氏22度摂氏36度の間に行われ、季節により昼夜を選ぶ。働きアリは情報科学物質とフェロモンによって防衛、餌取り、消臭などのコミュニケーションを行う。寿命は女王アリが数年、働きアリは数ヶ月である。 暖かい季節に有志虫による結婚飛行が行われ、新しい巣が形成される。巣は複数の女王ありからなる巣と単独の女王の巣の2種類が存在する。水位が高くなるとイカダを作るなど多様な行動を起こす。巣内の仲間が死んだ際に、その死骸を巣の外に捨てて感染症などを防ぐと呼ばれる行動が見られる。食べ物は雑食で過密、樹液、 種子から、昆虫、小型脊椎動物のトカゲなどを餌とする。捕食者ではなく不肉食者で、固形食料より、過密やアブラムシから出る甘露などの液体の食料を、好む。また、過密でも、糖分が多いものより、アミノ酸が多い過密を好む。ヒアリの天敵は、熱帯地域に広く生息するの見栄えというハエである。 アメリカ合衆国農務省農業研究局は、ヒアリ対策にの見栄えを活用している。スータックティアン族のハエが寄生することが知られている。他の天敵は、クモズが飛行中の女王アリを捕らえるトンボ。また、煙突アマツバメ、王様タイランチョウなどの鳥、アルマジロなどが、このアリを食べる。それから、エクタタマイーデンテイトム、イフィバマーメックス SPP、レイジスネヘナイジャー。 ファイドル SPP、ポガノマーメックスベイディウス、コンネマーマインサナ等のアリの多くの種がヒアリの女王を攻撃し、殺すことが確認されている。また、沖縄科学技術大学院大学研究院の吉村正氏は、日本の在来アリは、多数のヒアリには、立ち打ちできないが、繁殖に欠かせない女王アリが一匹でいる場合、これを集団で倒してくれる可能性があるとして、 日本の在来アリは、天敵とは言えないまでも、敵にはなると独自に主張している。この種を制御する方法として、微放脂中原虫、昆虫病原子上金白鏡病菌のほか、女王が出すフェロモンと非常に似たフェロモンを出すことによって、巣に侵入し、女王アリになりかわり、餌を横取りして、女王を殺す規制アリが研究されている。獲物の捕獲、防衛のために使用するため、 アリにとって非常に重要な役割を担っている。毒の成分の95%は水不要性のピペリジンアルカロイドである。トランスマイナスにメチールマイナス 6N、アンディチロピペリディーンは細胞毒性、溶血性、エシ性、殺虫、抗菌、抗真菌、及び抗 HIV 特性を持つ。長い間、毒液はアルカロイドのみと考えられていたが、 約46種類のタンパク質が検出された。これらのタンパク質は毒液の重量の0.1%に過ぎないが、アナフィラキシーショックの反応に関与している疑いありと考えられている。アメリカでは毎年1400万人以上の人々が刺されており、その多くでアレルギー反応が起きていると考えられている。炎症や腫れが見られ、数日後には無菌性脳法となる。 0.6%から6%でアナフィラキシーを起こし放置すると死の危険性がある。一般的にめまい、頭痛、激しい胸痛、吐き気、重度の発汗、低血圧、呼吸喪失、露裂が回らなくなるなどの症状が見られる。ある被害者は刺されて5分から10分後に強い回転性めまいを起こし、目の正規を失い、口が乾燥し、 蒼白になり、重度の無意識な痙攣を起こしたと報告されている。さらに神経障害、発作、脳梗塞ネフローゼ症候群が、ヒアリの刺し傷と関連付けされている。ヒアリに刺されて、人が死ぬのは稀であるが、ヒアリの分布が広がるほど被害が増える、可能性は高い。過去には、多くの死亡例が報告されている。 1989年のアメリカでのアンケート調査で、重複分を含めた報告では80人であるが、それらを除いた場合、アラバマ州で4人、フロリダ州で10人、ジョージア州とルージアナ州で2人、テキサス州で14人で、計30人のアナフィラキシーによる死亡例がある。またさらに2006年6月、サウスカロライナ州で女性が1人、2013年9月にテキサス州で、 少年一人、2016年アラバマ州女性一人らが、ヒアリによるアナフィラキシーショックで亡くなっている。ただし、日本の環境省は、海外での死亡例は確認できなかったとしている。なお、アメリカ疾病予防管理センターは、アメリカでは毎年虫刺されによるアナフィラキシーショックで、90から100人が死亡していると発表している。治療は症状による。症状として、 軽度のものは痛み、かゆみ、中度になるとジンマシン、重度になると数分から数十分で、息苦しさ、声の枯れ、めまい、激しい動機などが起こり、進行すると意識を失うこともある。重度の症状の場合は、即時型のアレルギー反応のアナフィラキシーである。疑いが強く、放置すると死亡する場合がある。刺された場合、20から30分程度、安静にし、 体調の変化がないか注意する。重度の症状が見られるときは、救急の通報を行い、救急車を要請した上で、ありに刺されたこと、アナフィラキシーの疑いを伝える。アナフィラキシーの危険のあるものは、前もって、医師と相談の上で、アドレナリン事故注射薬エピペンを用意しておくことが、できる。重度までの症状では、抗ヒスタミン剤の内服薬も用意しておくことができる。すが、 都市などの構造物や道の下に作られ、それによって倒壊したり道に穴が開く、危険性がある。また、働きありの体内には、磁気に誘引される物質を持つ。磁気を検知する能力によって、信号などのインフラ設備、電気設備に侵入し、漏電による火災や故障を引き起こし、破壊することがある。農業では、多種多様な作物を食い荒らし、農業機械や設備を破壊し、 牧草地を荒らしている。人だけでなく、野生動物や家畜にも襲いかかり、失明、死傷させるなどの被害をもたらしている。アメリカ合衆国テキサス州のアトアオタータプレーリーチキン国立野生生物保護区では、草原来町の亜種であるアトアオタータプレーリーチキンの生息数が1980年代から激減し野生絶滅に至った。 ヒアリの侵入により餌となる昆虫が減少したことが原因として推定され、アリク除剤を用いて生息地を回復する試みが行われている。2018年10月、兵庫県立人と自然の博物館の橋本義明、主任研究員は、ワサビなどの辛み成分、アリルイソチオシアネートのマイクロカプセルによる効果に注目し、ヒアリの巣が多くある台湾で実験したところ、 餌にわさび成分入りシートを一緒に入れた管には、ヒアリは入らず、餌に群がった後にシートを管に入れたところ、死んだり逃げ出したりし、寄避効果を確認した。今後は国立環境研究所との共同研究を進める予定で、環境省も2019年2月から自治体向けのヒアリ講習会でこの手法を紹介する。ありがとうございます。